こちら。さあ、エタコの時間がやってまいりました。本日280回目の今日の表現はですね、オンサイド。さあ皆さん、意味はどうでしょう。その場でという意味でよろしかったと思います。さあ問題は、なぜこのオンサイドがその場でという意味につながってくるか。そのヒントはオン、この前置詞オンにヒントがあるんですね。皆さん、オン、以前の動画でもお伝えはしているんですが、オンと言われたらやはりこれでございます。接触ですね。ですからサイト、もちろん場所という意味でよろしいかと思いますが、その場所と人間が接触しているイメージですね。ですから例えばその場で何かを申し込む場合は、その場とその人間がまさに接している、それぐらい近いというイメージをお持ちいただけますと、その場でというところにつながっていくかと思います。そしてオン、接触ということですから、こちらも合わせて押さえていただけるといいかと思います。 On the spot。 さあ皆さん、意味はどうでしょう。現場でですよね。ですからその場でとほぼ変わらないかと思いますが、現場で何かを申し込む、そのイメージをお持ちいただけますと、その場所と人間が接触、接している、そのイメージはつきそうですね。ですのでオンサイト、その場で、そしてオンザスワット、現場で、2つ合わせて押さえていきましょう。でちなみにオンサイトですが、こちら公式問題集グレーの2のテスト1パート7回答冊子70ページにも掲載しておりますので参考になさってください。そして我々はですね、皆様のトイックのスコアップ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。